めちゃくちゃ怖いからね。嫁？基本的に嫁が怒ってる時は俺は怒んないようにしてんだけど、うん、で嫁が言っても聞かない時はもう俺がものすげえ勢いで怒って、うん、ビビらせるんだけど、うん、とにかく嫁が怖い俺も怖いもん、ね、誰これ開けっぱなしにしたのとか引いてある、やべえ俺だ言うでしょ、もちろん悪い俺だよって言うでしょ、言わないよ言えよお前、子供のせいになっちまうじゃん、竜売るなよ、子供竜だよっつって、子供売るなよ何それんだよ、別に悪い悪いってダメなの、ごめんごめん次気をつけるわじゃダメなので、いいんだけど、もう何回も同じミスを繰り返してるからダメだ俺またやっちゃったってなっていい加減にしてよとかって言われるのが嫌だから、うん、俺じゃねえよって言って、誰龍だよとかって言ったら龍が俺龍じゃないパパだよとかって、うん、お前じゃねえかって言って、まあ、そこはもう笑いながら、うん、もうあごめん俺だったみたいな感じがするけど、うん、すっげえ怖いんだよ。